三谷隼人は中央競馬立党トレーニングセンターの元騎手、調教助手。滋賀県出身。父は立党安田隆行厩舎所属の調教助手である三谷直樹。父の影響で自然と騎手を志すようになる。2012年に競馬学校騎手課程に入学。2015年3月に立党目の哲也厩舎から騎手デビュー。9月5日。 小倉さん R で玉もズらんに帰場して一着となり、JRA 初勝利を挙げた。同期では一番遅い初勝利で一年目は、この一勝のみで終わった。三年目の2017年1月17日の日経新春杯でウィン・インスパイアに帰場し、重傷初帰場を果たす。2018年に、メア旧社解散に伴い、3月1日付でフリーになる。 2019年5月から、障害競争に乗り始め、翌年の5月10日、新潟 4R でマーニーに起乗して一着となり、障害初勝利を挙げる。また、2020年の年始から立党、サメ島はじめ旧社に所属を変更した。2021年5月1日から立党、河村義彦旧社に所属を変更、12日に5月20日に騎手を引退し、同級社で、 調教助手になることを発表する。引退レースとなった重賞、京都ハイジャンプは、障害初勝利を飾ったマーニーに、騎乗、後続に4馬審査を付け勝利し、史上初のラストライドで重賞初制覇を挙げた。勝利ジョッキーインタビューで、三ツ谷は、辞めるのを辞めたいですと語った。予定通り、5月20日に思って、騎士を引退し、河村9車で調教助手に転業した。 同期には、加藤翔太、鮫島勝春、野中雄太郎がいる。ABC 引退機種名鑑。JRA、2021年7月20日閲覧、稲富直が、若手ジョッキーに迫る、三谷隼人。父が手掛ける馬に乗り換え、東京スポーツ新聞社、東スポウェブ、東京スポーツ新聞社、2021年7月21日閲覧、卒業者名簿、 競馬学校、JRA、2018年8月11日、閲覧、三ツ矢はやときが、JRA 初勝利競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。2021年7月21日閲覧。日経新春杯、3年目、三ツ矢が、重賞初起乗。20歳の飛躍誓う。 スポニチスパニッキーアネックスギャンブル。スポニチスパニッキーアネックス。2021年7月21日。閲覧。3名の機種が3月1日からフリーへ。競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。2021年7月21日閲覧。三谷早と機種。サメ島はじめ旧車所属に競馬ニュース。 netkeiba.com 2021年7月21日閲覧。三谷隼人が引退発表引退後は、河村旧社で、調教助手に、スポニチスパニッキーアネックスギャンブル。スポニチスパニッキーアネックス2021年7月21日閲覧。三谷隼手引退レースで重傷初 V、辞めること辞めたい、京都 HJ 局馬プレミアム。 p.nikkanspoorts.com 2021年7月21日閲覧水三谷隼と騎手引退レースの京都 HJ で重傷初勝利やめるのをやめたいですスポーツ放置2021年7月21日閲覧ありがとうございます